で、このポンパ丸さんで売られるときにクラミジアとかそういう検査も全部受けてきてて。あ、そうなんですか。はい、で、政府で出てきたときがクラミジアは政府、はい、あ、そういうクラミジアですよね。うん、なんかそういうなんか紙かなんかありますか。紙かなんか。あ、じゃあ今度にしてください。何がセーフなのか書いてあると思います。来た時は 64g でした。うちの時来たのが15ですね。はい、はい、そんでその後の様子は、次この日はもう一日大きなゲージで寝てたので、うん、次からこれになって、うん、で朝、あ、次か寝かせる時ですね、65g に66。いい感じですね。で、うんちの数は、うんちの数はもうこの本もわけな、もう数えられない。数えられない。こんなになっちゃうんで数えられない、はい、だけど今日は朝7個でした。それ は、 あの一晩ですね。はい、一晩でです。次はうんちしてないのか。いや、してました。してました。じゃあこの子もちょっと捕まえたら、してましたけどビリビリに破ってしまった。あの、津山さん、はい、この子もちょっと、はい、はい、ごめんね。あずきくん、はい、ちょっとこれ一回抜けてください。62、今は62、はい、これもうんちちょっと取って。取れるかな。取れないかも。このカゴにあるやつ、どっかにあるかもしれない。はい、OK です。すいません、なかったらしょうがないですけど。はい、この子あずきです。あずきちゃん、あずきちゃん、あずきちゃんもうちょっと肉つかなかんね。あなた、その2枚さらに2割ぐらい入ってます。なかなかわかんない。見る場所がね、うん、いつもこっからこういう風にかな、こっからこう、うん、この筋肉触ってからちょっと上に行くと。 あ、分かった。分かりました。あ、それです、それです、やってきます。で、ここの胸の骨触って、これ龍骨って言うんですけど、うん、この両サイドの筋肉がもうちょっと欲しい、うんうん、頑張りなさい。頑張って食べて、うん、運動して、めちゃくちゃね、動きまくって。でも今ちょっと足がさ、うん、ちょっと冷たいよ。どうしたの。もうちょっと暖かい方がいいね。うん、ちょっと暖かい。だからお腹は柔らかい、うん、すごいね、綺麗な色してるね。あ、切ったるじゃん。もう切られてます。だいたい切られて爪も切ってもらって、でももうだいぶと、ポンポ丸さんさ、うん、先生そうやって言ってたじゃないですか。この切り方はいかんよね。で、中を残り、でもこれでも大概飛ぶんですよ、この子。あ、そうなの。すごい飛ぶ。これで飛びます。これで飛ぶんですよ、本当に。上に上がってちゃう。ああ、上がらなくてわーっと落ちるんですけど、うん、落ちるんだけども全然もう、あ、そういうことから、まあ、そうですね、万博なんで。いや、羽切ったってさ、こういう風にいきますよ。だから上に上がっていかないで、こういう風になるのが、うん、はい、わかりました。今度さ、うん、あの切るとき言ってください。切ります、私が上手に、うん、そう、羽がさ、先生のところで切っても、うん、で、爪とかで、まあ、餌買いにコンパ丸さん行くので、うん、その爪とかやってもらっていいですけど、うん、羽は今度私にやらせてください、うん、これはちょっとなんかさ、うん、なんでこうやって切っちゃうのかな、うん、いや、まあ切り方なんてさ、別に正解はないんですよ、うん、あの上に上がっていかなければそんでいいんだけどね、うん、見てくれを思うとね、うん、はい、じゃあこの子もうんち取れた、はい、はい、よし、ちょっとこれ持ってさ、半滴ぐらいここにつけて。この子が名前なんで、あずきです。あずきちゃん、はい、よいしょ、いっけ。はい、この子も抗寄生虫薬ね、はい、まあ、抗寄生虫というとさ、ハムシ、海鮮、うん、それからお腹の中の海虫、甲虫、原虫、うん、そういった線虫類ね、うん、ただ原虫はこれは予防できません。原虫って何ですか。トリコモナスとかジアルジアとか、そういう原虫もいる、うん、子がたまにいるんで、それをちょっと調べたいんですよね、うん、線虫はまあこれを毎月毎月やっておけばさ、うん、もし仮にいても大概落とせるんですけどね、うん、ただ本当は明らかに線虫の卵を見つけちゃったら週1でやります、これね、うんうんうん、で、まあ、いない子は月1でいいと思うんですけどね。あずきちゃんもさ、しっかり食べなあかんねん、あなた。ちょっと、ね、遊んでばっかり、遊んでばっかり、遊んでばっかり、本当に出たい出たいで、今日だからゲージのとか自分で開けて出てきちゃって、あ、食べてる食べてる、あのもうチェリーの家まで行って食べるので全然大丈夫だと思います。
そう。頑張って食べる。約1ヶ月後に、どれだっけ、若明本生院、この子が来ますね。本当は多分グリーンなんでしょうけど、原種の子が、この子たまたまグレーで、それで生後どれぐらいなの？この子は4月30日生まれで、あ、今年の、うん、だからまだ、挿絵がまだ3回なので、昼間その仕事で無理だからって言って、まだ預けてあるんですけど。なるほど。了解です。はい、じゃあちょっと、ST 遺伝検査の、最初のこのやつが、はい、今できたんで、それ見ますね。はい